皆さん、こんにちは。今回はモデルでタレントの堀田茜さんについてじっくりとお話ししていきたいと思います。堀田茜さんは2009年に第12回全日本国民的美少女コンテストに出場したことをきっかけに芸能界入りを果たしました。立教大学在学中から本格的に芸能活動を始め、人気女性ファッション誌キャンキャンの専属モデルとしても活躍。女優としてもテレビドラマ「遺産」や「とどめの接吻」「3年 A 組」「今から皆さんは人質です」など数多くの話題作に出演してきました。2023年4月にスタートしたテレビ東京系ドラマ「好きな男と別れたい」では主演を務めました。堀田茜さんといえば鼻筋の通った美しい顔立ちが印象的ですよね。ネット上では堀田茜さんの鼻について整形疑惑も浮上しているようです。果たして本当に整形しているのでしょうか。過去の画像と比較しながら検証していきたいと思います。まず幼少期の頃の顔画像を見てみると、昔から目鼻立ちがくっきりしていてとても可愛らしいですね。小さい頃から鼻は比較的高かったようです。高校時代の頃の顔画像も確認してみましょう。2009年、16歳の時に全日本国民的美少女コンテストへ出場された頃はお顔立ちも今とほぼ変わらず整ったお顔立ちだったようです。大学時代の頃の顔画像は高校時代の写真と比べると若干鼻の太さが大きくなっているようにも見えます。加齢によって骨の萎縮により鼻の形が変化するケースもあるようですが、この頃はまだお若いので関係ないと思われます。そのためカメラの角度や写真の写り方の違いで鼻が大きく見えているだけかもしれませんね。では改めて昔と今の顔画像を比較してみましょう。昔に比べるとメイクが洗練されてより美しくなりましたが、もともと鼻筋が通っていて高い鼻をしていたことがわかります。個人的な見解としては鼻の見え方の変化は整形によるものではなくメイクや加齢による自然な変化だと思います。堀田茜さんの鼻の形については芸能人のファンも多いようで、メイプル超合金のカズレーザーさんや大相撲の木慶翔さんも大好きだと語っていたそうです。堀田茜さんの鼻の形は美しいですが、ネット上では好き嫌いがはっきりと分かれるタイプのようですね。堀田茜さんといえば潔癖症のイメージが強いですよね。過去のバラエティ番組での発言からそのイメージが定着したようです。初めてのキスをした後ウェットティッシュで唇を拭いたというエピソードを明かし、本当に気持ち悪くて汚いって思っちゃうと語っていました。しかし最近ではその潔癖症イメージとは真逆の発言をしたことで話題になっています。2020年3月29日放送の信子部吉村にキスされた相手はタバコを吸う男性は嫌いじゃないと明かし、タバコ一服の後にキスをするのがいいと告白。平成のぶしこぶしの吉村崇からかなりやんちゃと突っ込まれていました。さらに好きな香りを嗅ぐとキスされたくなる香りフラッシュバックキスの映像を見て、香水と汗が混じった匂いは最高とコメント。吉村からドスケベじゃねえかと驚かれていました。わずかな期間で発言が大きく変わった堀田茜さん、一体どんな男性と交際しているのか気になりますよね。堀田茜さんは過去のバラエティ番組で大学時代の彼氏が3人いたことを明かしています。大学生時代にミス立教やミススッピン美人に選ばれるほどの美貌の持ち主ですから、モテモテだったのは間違いないでしょう。大学時代の恋愛エピソードとして初めて男性からジュエリーをもらったのがスワロフスキーのものだったことや、熊の顔がついたシュークリームを好きな人に作ったら喜んでくれたことなどを語っていました。一方で交際を断った相手からのストーカー被害に遭っていたこともあるそうです。好きなタイプについても明かしており、面白い人、穏やかな人、清潔感がある人が好みだそうです。年上の人に惹かれることが多いものの、自分からは告白できない受け身な一面もあるとのこと。浮気は許せないそうで、嘘つきは嫌いなのだとか、ふとした優しさにはキュンとするそうです。30歳を迎えた堀田茜さんの結婚観についても気になりますよね。多様性が広がる中で年齢という数字に惑わされたくないと語っています。
結婚を焦る気持ちは理解できるものの、30歳までに滑り込みで結婚するのって正解なの？と疑問を呈していました。結婚への憧れはあるものの、籍を入れる必要があるのかなとも考えるようになったそうです。結婚相手に求めるのは旦那さんであり、パートナーであり、親友でいてほしいということ。カップルとしてだけではなく、一番の友達のような存在になってくれる人がいいのだとか。堀田茜さんといえば、体を張ったバラエティでの活躍も印象的ですよね。2015年から世界の果てまで行って Q に不定期で出演するようになり、体を張ったパフォーマンスを見せて好感度アップ。2019年7月12日放送回では、ピタゴラスイッチの人間版であるピタ出川スイッチという企画に登場。出川哲朗さんと共に、体を張ってから栗装置の一部となりゴールを目指すという内容でした。ピンクのつなぎを着た堀田茜さんが巨大バルーンにぶつかりプールに落ちるシーンでは、つなぎが下半身に張り付き黒いパンツが透けて見えるという放送事故が発生。ネットではずぶ濡れ着た、完全に透けてたなと話題になりました。服が濡れることは分かっていたはずなので、あらかじめ黒い水着を着用していたとも考えられますが、それでもモデルらしからぬ体を張る姿勢には称賛が集まりました。バラエティでも全力で取り組んでいる姿に感動した、ナイスガッツでした、性格良さそうという声が上がっていましたね。イッテ Q では同じく出川ガールとして活躍している河北麻美子さんとの確執も話題になっています。2019年10月27日放送の出川女子会第3弾中東ドバイの旅では、堀田茜さんが河北麻美子さんに本当の罰ゲームにしましょうと不敵に笑ったシーンがネットニュースになり、河北ファンの間でプチ炎上。実際に仲が悪いのかもしれませんね。料理対決でも河北麻美子さんが油ごふるまってデヴィ夫人に絶賛された一方、堀田茜さんのハンバーグは散々な評価を受けていました。もしかしたら番組を盛り上げるための演技で台本通りなのかもしれませんが、犬猿の中でバチバチのやり取りが面白いですよね。出川さんもタジタジで、河北麻美子さんが怒ったらマジで怖そうです。今後の2人の対決からも目が離せません。河北麻美子さんは谷まりあさんとの仲の悪さも取り沙汰されています。ゴシップガール配信記念イベントでは意見が合わず対立したそうで、ヒデさんが仲悪い2人と聞いてしまうハプニングがあったとか。ただ過去には仲良しの姿も見られたので、昔は親友だったけれど今では仲が悪くなったのかもしれませんね。堀田茜さんと河北麻美子さんの関係性については今後も注目が集まりそうです。2人の確執が本物なのか、それとも番組を盛り上げるための演出なのか、真相は謎に包まれていますが、今後の展開から目が離せません。イッテ Q での堀田茜さんの活躍はモデルとしてのイメージを覆すものでした。体を張ったパフォーマンスを見せることで新たなファンを獲得したのではないでしょうか。バラエティ番組での存在感は事務所にとっても貴重な戦力となっているはずです。そんな堀田茜さんですが、最近では結婚を発表し話題となりました。お相手は一般男性とのことで、詳しい情報は明かされていません。結婚を機に仕事のスタンスに変化が出るのでしょうか。プライベートでの充実が女優としての演技にも良い影響を与えるかもしれませんね。堀田茜さんはモデルとしてだけでなくバラエティでも存在感を放っています。体を張ったパフォーマンスは視聴者に強烈なインパクトを与えました。今後は女優としての活動にも注目が集まりそうです。新婚生活がスタートした堀田茜さん、プライベートでの幸せが仕事にも良い影響を与えることを期待したいですね。堀田茜さんは美貌だけでなくユニークなキャラクターでも注目を集めています。潔癖症のイメージが強かった彼女ですが、最近では真逆の発言をしたことで話題になりました。タバコを吸う男性を嫌いではないと明かし、キスについても大胆な発言を連発。一体どんな男性と交際しているのか、ファンの間で憶測が飛び交っています。堀田茜さんの恋愛遍歴についても興味深いエピソードが多数。大学時代には3人の彼氏がいたそうで、そのうちの一人からはストーカー被害に遭ったこともあるとか。好きなタイプについても明かしており、
面白くて穏やかな人が好みだそうです。ただ、自分からは告白できない受け身な一面もあるようで、ギャップが魅力的ですね。堀田茜さんの結婚観についても注目が集まっています。30歳を迎えた彼女は、年齢に惑わされずに結婚を考えたいと語っていました。理想の結婚相手は、旦那さんであり、パートナーであり、親友でもある存在。カップルとしてだけでなく、一番の友達のような関係性を求めているそうです。そんな堀田茜さんが選んだお相手は、一般男性とのこと。結婚生活がスタートした彼女の今後の活躍からも、目が離せません。以上、モデルでタレントの堀田茜さんについて、詳しくご紹介してきました。美貌と抜群のスタイルで注目を集める彼女ですが、バラエティでの体当たりな姿勢も魅力的ですよね。プライベートでは結婚を発表し、新たなステージに突入した堀田茜さん。女優としても活躍の場を広げていくことでしょう。今後の活躍から目が離せません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。